アフリカの南スーダンでの PKO で駆けつけ警護などの新たな任務が加わった自衛隊の第一陣が現地に到着しました南スーダンに21日に到着したのは陸上自衛隊の先発隊およそ130人です 首都ジュバでは7月に政府軍と反政府軍の間で大規模な衝突が起きたほか政府軍による国連職員らへの暴行や略奪行為も発生するなど治安は不安定な状況です陸上自衛隊の施設部隊およそ350人が道路整備などを行う PKO= 国連平和維持活動に参加していて今回派遣される部隊から国連職員らが襲撃された場合に武器を使って守る 駆けつけ警護などの新たな任務が加わりました部隊が交代し終わる来月12日から新たな任務の実行が可能となります